イエーイ、イエーイ、これで最後なんです、レッスンが。嬉しいぞ、嬉しい、嘘、また教えてくださいよ。嫌だよ。なんでですか、いいじゃないですか。可愛いから緊張しちゃうもん。照れるまあ、今までへこむわ。へこむ、どうぞ、まあまあまあ、いいよ。今までいっぱい教えてもらったんですけど、うん、ゴルフの本当に一番大切なことって何ですか。まっすぐ飛ばしたいでしょ。そうですね。でしょ、気持ちよく飛ばしたいですね。はい、ボールが曲がったりしたら嫌でしょ。嫌です。何が一番重要なの、そのまっすぐ飛ぶ仕組みをもう最後に教えちゃう。おー、いっちゃうぜ。おー、いい、最後ぐらいちょっとあのいいところ見せてください。え、俺全部今日ダメだったまあまあまあ、はい、あのね、ボールを打つ場所ってここでしょ。はい、フェース面わかる。はい、わかります。こうカチンって打つわけね。はい、でフェース面より、はい、右の方が膨れてるでしょ、形が。そうです ね。ということはバランスを取るとこう開いちゃう。ほら、重たい方向にペロンってめくれちゃうでしょ、うん、これはパターでも、アイアンでもアプローチでも何でもでしょ。ペロンとペロンとなっちゃうでしょ。そう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 。ちゃいます。で、このパターは、はい、ペロンって言ってもちょっと途中で止まるようなパターンなんだけど、はい、それでもやっぱり少しは開いてしまうっていう、これがゴルフクラブの性能。はい、ね、それを、開かないように少しこう閉じて打たないとどんなクラブでもまっすぐ飛ばすことは不可能っていうこと。おお、まあまあでしょ。まあまあで、例えばねパターを打つときに普通の人はね、こうまっすぐこの今シャフトがまっすぐね、はい、これを、構えたらまっすぐ引いてまっすぐこう出せば、うんうん、ボールがまっすぐ飛んでいくっていう風に考えちゃうでしょ。うん、まっすぐでしょ。絶対まっすぐでしょ、うん、でもさっきの僕のお話聞いてた、開いちゃうわけよ。そうということはまっすぐ出したらボールっていうのはスライスして飛んでちゃうの。はい、まっすぐ飛んでいかないってこと。うん、ちょっとだんだんよく分かんなくなってきました。ああ、もうお見せする。お見せするから今から。イエーイ。おーし。見てもらったら一番分かる。分かっちゃう？うん、今ボールにこう線を引いてるの、黒い線をね。はいはい、でこの黒い線がまっすぐ転がっていけばまっすぐ飛んでいくんでしょ、うん？そうですね。ね、これが蛇行して飛んでったらどうなる？うん、あのどっか行っちゃいます。おお、またね。やってくださいよ。本当。行くよ。はい、じゃあまずまっすぐ引いてまっすぐ出すよ。はい、そうするとこのボールがどうなるか。てってけてーん、いくよ。まっすぐ引いてまっすぐ出した。何？いや何でもない。ボールが蛇行したでしょ。あ、そっか。グニュグニュグニュって。分かる？分かった。もうちょっと激しくやる。まっすぐ。うん。フェースをまっすぐ出して、まっすぐ引いてまっすぐ出すと、まっすぐ引いてまっすぐ出すの。ほら、グル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 って歪んじゃったでしょ。歪んだ。でこれが、どうじゃ。少し、フェースを閉じる、要は、雑巾絞りをちょっとするだけ、うんうんうん、すると俺どうなるか。いくよ、こう開いて閉じる。おくぐぐってまっすぐ行くわけでしょ、はい、で僕はこのフェースをまっすぐ出したわけじゃないの、うん、少しこう返すように打っただけ、うん、それが、ボールをまっすぐ打つコツ。もちろんやってもらいますよ。いいですか。どうぞ。うん、まっすぐ出しちゃダメよ、うんうん、少し開いて少し閉じる。少し開いて少し閉じる。え、おお、もう一回。え、どういうこと。うん、合ってるよ。上げるときに、うん、少しこう少し開いて、うん、少し閉じるだけ、うん、少しね、少しね。うん、 OK? うん、ダラーンってやっていいよ。ダラーンって、そうそう、ほら、くる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 。きたー、イエイ。なるほどね。ね、うん、今のが、ゴルのコツ。素質あるね。うわ、本当。うん、今すごく良かった。うん、良かった。久しぶりさんにね、もうびっくりしちゃった、うん、本当に。本当、うん。よかった、褒められた。イエーイ。イエーイ。まあ一番いいのは中のセンスかな。また次回もよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとう。みんなもやってみてね。ありがとう。終わってしまいました。こんな声ももうかすれて、いっぱい叫んで最初からかすれてるじゃん。
でも本当に役に立ったレッスンがもう終わってしまうと思うと、ね、本当に涙出てるよ。これ寒いからですから。あ、そう、はい、うん、どうでしたか。いや楽しかったね。だってアイドルだもん、うん、あ、え、どういうことですか。アイドルとだもん。びっくり、びっくり。なかなかないですよね。もう社長になりたい。え、本当ですか。うん、少しなっちゃう。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 なっちゃってよ。つけて、見せて、見せて。もう汗だな。もうやっぱおじさんだな、頭がちょっともうね。ごめんね。うん、いいよ。その歌教えてもらったよね。うん。忘れちゃった。あれもあるじゃん。てんてんてん、竹一、よろしく。本当に忘れてる。やば。ごめんごめん、今度またレッスンしてよ。うん、そうする。歌と踊りね、うん、最後にさ、すごい面白い踊り一個見して。え、面白い踊り、うん、社長の鉄板みたいな踊り、うんうん、あ、鉄板、うん、なんだろう。あ、でもさっきやった抱きしめてアンセムの踊りが一番、うん、ライブではお客さんも一緒に踊る。ちょ、やってやってやってよ。俺お客さんやるから。オッケー。え、さっきもやったやつだけどもう忘れてるからいいよ。知ってる、これでしょ、これでしょ。あ、ごめんね、違うんだ。違う。どういうの、どういうの、どういうやつ、どういうやつ。いくよ、うん、持ってて、はい、いっせーので、トゥトゥトゥルル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 トゥルルトゥトゥルルトゥ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 ゴルフダイジェストゴルフダイジェスト TV をご覧の皆さん、チーム社長のおい、もう帰ろう、もう帰ろう。じゃあもうやらなあかんよ、そらそう、使えばまたお願いします負け顔出てるんですけどいや、負けてると思いますはい、じゃあお願いします。はい、5秒前、4、3。シャチハコチユと竹内悦弘の5分でわかるゴルフ講座。はい、もう一回ください。ちょっと竹内さん、テンション低い感じで。ちょ、まだ一発目ですもん、だって一発で決めなきゃ終わりました。頑張ります。はい、高めでお願いいたしますいきなり上げるの難しい分かりました、分かりました。はい、5秒前、4、ゴルフ講座、イエーイ、イエーイだからはい、はい、OK、はい、それアドリブとかちょっと待ってよ変わった、詰まった、ありがとうございます、ありがとう、大丈夫めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。家とか全部。いやいやいや。おお、頼むよ。雑巾、大きな悦弘。みんなの笑顔で幸せ。怒った方がいいんじゃない？笑顔が引きずってきたわ。向井さん、緊張してる。向井だ。はい、5秒前、4、3。はい、あれ、ん、何前、自己紹介お願いします。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ今、1、9って言ったら手拍子いきなり初めてやっていけばいいってことですね。うん、おいおい、さっきの話ちょっと薄すぎた。オッケー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 、オッケーです。はい、5秒前、4、3。ちょっと待って、もう忘れた。何じゃっけ、それ手拍子とリズムが違うっすから。ポン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 。分かる。最初竹内でしたっけ。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっともう一回、リズムやで。どん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 、オッケー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 、いいや、とりあえず頑張ってよ、これバカ慰めるな、お前やってできましたどうもバカ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 バ
されてることは楽しいわこの風で涙が出るのビビる、ビビるマジでこれむちゃむちゃやなお前もうもうすぐ40歳やからね。はい飛んでけーって。ウェイ、ね。誰がこんなに壊すの普通。ねえこれ普通こんここまではな。はいお疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ飛んだよ。どう？いや、よかった。よかった、うん。じゃあ今度社長このライブにも遊びに来てください。絶対行く。絶対来てください。またねー。またねー。バイバーイ。バイバーイ。